ールは腕の力だけで投げるんじゃありません。体重を移動しながら腰をひねり、肩に力を伝えて、おっ、よくわからんが、ヨルさんに任せたことだし。アーニャさん、起きてください。あっち、チョアース、チョアース。それを光の矢だと思うんです。